プーチン氏、弱くなった。馬鹿げた戦争とトランプ氏。2024年、米大統領選の共和党候補指名争いでリードするトランプ前大統領は29日、ロイター通信のインタビューに応じ、ロシアのプーチン大統領が民間軍事会社ワグネルの反乱を受け、若干弱くなったと述べた。ウクライナ侵攻は、 バカげた戦争だとして停戦すべきだと訴えた。トランプ氏はプーチン氏を賢いと称賛することも多く、手厳しい評価は珍しい。米国が今すべきことは平和をもたらすことだと語った。一方、共和党候補指名争いに出馬したペンス前副大統領は29日、訪問先のキーウで米 CNN テレビに対し、 プーチン氏がロシア軍を掌握できているかどうかについて疑問だと述べた戦闘車両不足のウクライナ軍装甲トラクターを改造して前線へロシアの武力侵攻が始まった時点でウクライナ軍は約1200両の歩兵戦闘車かっこ IFV 車内に歩兵が乗る装甲戦闘車両を保有していた それ以来、一年四ヶ月にわたる戦闘を経て、このうち、六百両近くが失われた。ウクライナ政府を支援する諸国は、約八百両の歩兵戦闘車を供与すると約束している。つまり、理屈の上では、ウクライナ軍が利用できる歩兵戦闘車は、開戦時と比較して二百両増える計算となる。 だが2022年2月にロシアがウクライナに武力侵攻し本格的な戦闘が始まって以来ウクライナ軍は新たな旅団を数十個単位で立ち上げている同時にウクライナ国防省は既存の旅団を増強し軽装備の戦闘車を重装備に置き換える動きも進めているこうした事情からウクライナ軍では歩兵戦闘車が大幅な不足状態にあるしかも 今回のような戦争では、歩兵隊を輸送、防御し、火力支援を供与する歩兵戦闘車は、戦車を上回る重要な役割を担っているはずだ。一方で、ウクライナには、旧ソ連で開発されたディーゼル駆動の MTLB、各個汎用系装甲牽引車が、数多く存在する。となれば、ウクライナの軍事産業が、8人乗りタイプの MTLB を改造し、 歩兵戦闘車に仕立て上げたのも当然と言えるだろう。先にネット上で拡散した動画では、新たに装甲を増強し、重機関砲を搭載した改造版 MTLB を6両見ることができる。ただし、この改造版 MTLB は、あくまで急場しのぎであり、差し迫った問題に対する不完全な解決策であることは間違いない。米国の M2 ブラッドレイや、ドイツのマルダー、 スウェーデンの CV90 をはじめとする最も高性能な歩兵戦闘車の多くは30トン級に属する。装甲を追加しても重量が13トンしかない MTLB は軽量で攻撃に対する防御力も心もとない。MTLB の車体については供給不足の心配はない。それでもウクライナ軍は この MTLB を転用した歩兵戦闘車に高機能の遠隔操作可能な砲塔を追加した。1 4 5ミリ重機関銃と昼夜対応型の光学装置とみられる装備を搭載したものだ。戦闘車化された MTLB は敵の攻撃に耐えられる力はないかもしれないが相手にダメージを与えることはできそうだ。 ロシアとウクライナの戦争では、旧後らへの装甲車両が次々に生まれているが、MTLB を転用した歩兵戦闘車は、このリストに新たに加わった一系統だ。そして、ウクライナ側が MTLB に施した改造は、ロシアが自分の MTLB に搭載した旧式の艦砲とは異なり、バランスが取れ、機能もうまく統合されているように見える。その点でこの改造は、 MTLB に MT12、100ミリ対戦車砲を搭載させた車両と同じ方向性と言えるだろう。動画に登場した MTLB を転用した歩兵戦闘車6両がどの企業によって作られたのかは不明で、今後さらに何両製造されるかも分かっていない。とはいえ、MTLB の車体については供給不足の心配はない。そもそもこれらの車両はウクライナで製造されたものだ。 ウクライナ北東部、ロシアとの国境から約30キロほどに位置する町、ハルキウにあるトラクター工場が生誕の地だ。副司令官逮捕めぐり、乱れ飛ぶ憶測。ワグネル反乱、不透明、決着で。ロシアの民間軍事会社、ワグネル創設者。 エフゲニー・プリゴジン氏の反乱でプーチン政権と軍幹部らの動きをめぐる謎が深まっている反乱に関連した疑いでウクライナ侵攻のスロビキン副司令官が拘束されたとの報道も相次ぐ収束に至るまでの経緯も含めて不透明な点が多くありいまだ完全決着には程遠い状況だ困難な時期に敵の手には乗れない 大統領の命令に従うことが必要だ。プリゴジン氏が反乱を宣言した数時間後の24日未明、ロシア国防省が SNS で公開した動画で、スロビキン氏はワグネルに進軍停止を求めた。ただ、ロシア国旗も何もない壁の前で、意気消沈した様子で座って話し、力のない目は何かを読んでいるようにも見えた。ワグネルは24日、 ロの地点まで到達したロシア独立系メディアはプリゴジン氏が中止した理由を軍や治安部隊などから期待したような合流がなかったためと報じたスロビキン氏はチェチェン紛争やシリアで軍を指揮昨年10月侵攻の総司令官に就任した際にはプリゴジン氏がロシア軍で最も有能な司令官だ。 伝説的な人物で祖国に忠実に仕えるために生まれてきたと評価しており、スロビキン氏の合流を期待した可能性がある。激しい砲撃音、対岸に煙、ウクライナ南部ヘルソン州、両軍一進一退の攻防続く。ウクライナ情勢です。 ウクライナ軍の反転攻勢が続く中南部ヘルソン州にある前線から5キロの場所に、JNN 取材チームが入りました。ウクライナ南部ヘルソン。記者川が見えてきました。あれがドニプロ川。橋がかかっているのがわかりますが、橋の東側がロシア軍が占領している場所になります。今回、JNN 取材チームは、 市からさらに北東に進み、ドニプロ川東岸を占領するロシア軍の前線まで5キロほどの場所に来ました。付近には最近の攻撃でできたとみられるクレーターや、破壊された軍用車両が。ここにかかるアントニウカ橋は、去年、ロシア軍がウクライナ軍を食い止めるために爆破したとみられていて、今も壊れたままの状態です。 アメリカのシンクタンク戦争研究所はウクライナ軍がこの橋付近から川を渡りロシア軍が支配する向こう岸に拠点を築きロシア軍は押し戻せずにいると分析しています記者砲撃音が続きます川の向こうがロシア軍が前線を取っている場所ウクライナ軍とロシア軍が一進一退の攻防を続けています さらに、イギリスの BBC など複数のメディアは、ロシアが占領する集落で戦闘が始まった可能性を指摘しています。取材中も、記者、今、煙が確認できます。あそこの場所がロシア軍とウクライナ軍によって非常に激しい戦闘になっているのではないかと言われているような場所です。JNN のカメラも、戦闘の可能性が指摘される集落の方角から、 煙が上がる様子を捉えました。ウクライナ側は東部の複数地域で反撃を開始したとしていて、戦線は拡大しているとみられます。一方、ロシアで起きた民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏による反乱ですが、アメリカメディアからはこんな情報が。アメリカ。ウォール・ストリート・ジャーナル。 プリゴジン氏はショイグ国防省やゲラシモフ参謀総長を拘束することを計画していた。ウォールストリートジャーナル氏は、プリゴジン氏の反乱の一部に当初2人の拘束が含まれていたと報じました。しかし、ロシアの情報機関が実行予定日の2日前に計画を把握。その動きを察知したプリゴジン氏は、反乱の動きを早めて南部の軍事施設を占拠したということです。 またプリゴジン氏は自身の考えを軍の副司令官スロビキン氏に事前に伝えていたとも報じていて一部のロシアメディアはスロビキン氏が当局に拘束されたと伝えています。